エウレカセブン公共詩編、エウレカセブン公共詩編、エウレカセブンポケットが虹でいっぱい、公共詩編、エウレカセブンポケットが虹でいっぱいは2009年4月25日に公開されたアニメーション映画。2005年から2006年にかけて放送されたテレビアニメ、公共詩編エウレカセブンの劇場用アニメーション作品である。制作はボンズ。アニメーション制作は キネマシュトラステレビシリーズとは別宇宙での物語を本作用に新規に描き起こされた映像と既存のテレビシリーズの映像とを用いて描く。2008年4月に劇場用アニメ化が決定し、2009年4月25日に全国テアトル系の映画館にて公開された。全国6館と小規模で封切られたものの、 公開後2日間の観客動員数は6,484人、工業収入は1,0499,200円を記録した。2009年5月31日時点で動員5万人を突破した。その後、当初の予定より上映館が増え、2009年6月の時点で16館での拡大上映が発表された。最終的には動員7万人を超え、 短い上映期間かつ少ない上映関数の小規模公開の作品としては成功を収めた。本作の企画がアニメ化企画進行中、劇場版公共紙編、エウレカセブンとして最初期の市場リリースがあった際、ボンズで制作総指揮を取る代表取締役社長の南雅彦は、神話というキーワードを挙げている。この神話にあたる映像に関して、 テレビシリーズでは本作中でも同じ表紙を持つ書物にジェームズ・フレイザーの著作名が当てられていたが本作では具体的な著作名は挙げられていない。しかし神話の存在が物語の展開上重要な役割を担っておりクレジットでは神話協力として専門家の尾関明ラファエルの起用も見られる。ただ本作のモチーフは児童文学。 ピーターパンである。本作では、テレビシリーズでシリーズ構成や脚本などを担当した佐藤大は、参加しておらず、京田智美が監督兼ストーリー構成、脚本を手掛けたことで、京田個人の特色がより色濃く反映されている。またテレビシリーズの特色の一つである、サブカルチャー色は控えめになっており、特徴であった電子音楽も流れない。企画当初は、 テレビシリーズ1話から48話の総集編及び十分にエピローグを描けなかった49話50話を再編集と新作カットで保管した2本立てにする案だったが日本では劇場の回転数が減るという理由で却下されているその後映画は1本という方向で進んだが制作現場の関係者との交流をもとに京田が作った 新たなストーリー案が却下され、京田自身は、これはないなと思ったアイデアが実際に採用された。当時のインタビューでもたびたび語ったという説明は全く伝わらず、結果、テレビシリーズを再編集しながらも、総集編ではない劇場用アニメの制作に挑戦したいというような内容で掲載された。完成した作品はカット単位で分解された。 テレビシリーズの映像と新作映像とで再構成され、キャラクターなどは流用しつつも、全くの別世界の物語として制作されている。故にテレビシリーズと世界観、人物設定などが異なり、テレビシリーズで協力関係であった人物が敵対関係であったり、善悪属性が相反していたり、血縁関係だった人物が他人となっていたり、 劇中現在個人という扱いの者も,のもいるなど異なった設定で登場する。本作品の舞台はテレビシリーズの最終話にて描かれたスカブコーラルの半分が人類との共生の別の可能性を模索するために旅立った別宇宙である。本編中にテレビシリーズとの関係の詳しい説明はないがテレビシリーズの舞台であった惑星が登場する。京田によるとイマージュが 再び戦争を起こすことを避けるため、自分たちが元来いた世界を強制の一つの成功例として見せたとのこと。サブタイトルは YMO の楽曲、ポケットが虹で一杯からの引用である。これはもう一つの宇宙、もう一人のレントントエウレカの物語。突如、南太平洋に出現した謎の生命体イマージュと人類との間に戦争が始まって、 約半世紀もの月日が流れていた。恐怖と憎悪が世界を覆い、人々は希望を失っていた。ワルサワの基地で暮らす少年、レントンと少女、エウレカ、そして KLF の妖精にルバーシュ。彼らにとって大切な大人だったドミニク先生は別れも言わずに彼らの前から姿を消す。ワルサワでの研究がドーハの悲劇という未曾有の最悪を招き、ドミニクが 犠牲になったことをレントンは後に知る。その後、突如現れた人民解放軍によってエウレカが拉致される。レントンは泣き叫ぶエウレカを助けることができず、初めて味わう大人の暴力に屈し、ただただ無力な自分に打ちのめされる。その後、研究の中心メンバーだったチャールズ・サーストンとレイ・サーストンの子として、レントンは壮絶ないじめに遭う。 スサンダー日々を過ごす。成長したレントンは、同じく、KLF に成長したニルバーシュを相棒に、スサマジーまでの適性を発揮して、空軍パイロットに抜擢されていた。西暦2054年、人民解放軍第303独立グレン隊の、戦闘母艦、月光号に配属されたレントンは、ホランド隊長の指揮の下、サウスダコタの軍基地にある最重要機密回収の特務に就く。 作戦中、暴走したにルバーシュに導かれ、レントンはイマージュの群れが取り囲んだ基地の中に行き分かれとなっていたエウレカを発見する。だが、エウレカはなぜか何かに怯える様子で、レントンとの再会を涙ながらに喜びながらも共に行くことを拒絶する。 崩れた基地から大空に投げ出されたエウレカに反応して、ニルバーシュが変化を遂げ、すさまじいエネルギー波を放って、イマージュの群れを消滅させる。月光号に祈祷しようとするレントンにホランドは、作戦目的である軍の最重要機密がエウレカ、であるという事実を告げるのだった。人類は、絶望的状況に追い詰められていた。選ばれた2万人の人類を、地球外に脱出させる。 メガロード計画と並行し、起死改正の手段として推し進められていた神の鉄槌計画は、その実行責任者であるデューイ・ソレンスタム少将の暗殺という非常事態に陥っていた。やむなく計画は人民中央政府首相ブラヤ・マッティングリーに引き継がれる。定年退職を間際に控えていたブラヤの元妻、コーダ・ラウェルは少々暗殺事件の調査に借り出される。 福神の秘書官マリア、その夫で公安局長のユルゲンスと共に暗殺現場に残されたダチュラという薬品の注射器を手がかりとして事件を追うコーダは、ドーハの悲劇の英雄としてもてはやされていた竜イが、自らの性癖を満たすため繊細孤児の少年少女を囲い、逮捕状が出ていたという集文を知る。その後、コーダたちのもとに、 エウレカを回収した第303独立グレン隊が命令に違反して逃亡したという知らせが届き、さらに反乱の首謀者であると目されていた、ホランド・ノバクが遺体で発見される。コーダは、第303独立グレン隊が、戦災孤児の少年少女たちによって構成され、デューイ、ホランドを暗殺し、エウレカを回収強奪,奪したのが彼らであると確信する。 月光号で治療を受けるエウレカと久しぶりに語り合うレントンは、エウレカから彼女の正体が、イマージュの送り込んだスパイロボットで寿命を持つきかけているという事実を告げられる。その後、スクランブルで発信したレントンは、人民解放軍の最新鋭艦をほふるホランドを、目の当たりにして絶叫する。捉らえられたレントンは、自分以外の部隊全員がグルになってはめたことを知る。なぜだとレントンに、 ホランドの名を語る男は自分が何歳に見えると問う。悪沢に赴むいたコーダは森田から研究所に集められた40人の17歳の繊細孤児たちがある実験に参加させられ、その際別宇宙のパラレルワールドにまでいたり、そこで生きる同一人物にあたる者たちの年齢、姿に急速成長してしまう。その後生還した者の姿は 急速成長したままの上、期間後も常人の3倍の速度で成長する、後遺症を追い、成長抑制剤であるダチュラでそれを抑えて、過労じて生きながらえていることを知る。そんな彼らが自らをネバーランドの子供たちと称していたこと、そして対イ,イマージュ戦術の研究を行っていた悪さは、研究所がイマージュの送り込んだスパイロボットの少女たちを拷問にかけて、 情報を引き出そうとするうちに、カルト化し、神話再生計画という目的のために、ドーハの悲劇を引き起こしたのだと知る。超重力死破壊を引き起こし、地球上に数秒間ブラックホールを作り出した、その現象は、科学者たちが、アゲハ神話という物語をもとに再現したのだと、森田は語る。超物理学の専門家を訪ねたコーダは、アゲハ神話はイマージュが、 人類に世界再生のスイッチを押させるために用意した手引書であるという仮説を聞く。ネバーランドの子供たちは自らが巻き込まれた実験である神話再生計画を再び実行し、時の止まった世界ネバーランドに行こうとしていたのだった。ホランドの要求に反発し、堅くなに協力を拒んで拘束されるレントン。エウレカはホランドたちがレントンに、 自白剤を投与して強制的に計画に協力させようとしていることを聞いてしまう。再び軍の追撃部隊に遭遇する月光号。その混乱に紛れてエウレカはレントンを救出し逃げるよう促す。一方、月光号は体調不良で倒れたタルホ艦長に代わり、ホランドが指揮を取らざるを得ず彼が出撃できないため苦戦を強いられる。レントンは自分を残して 逃げろというエウレカに怒り、エウレカを連れて、ニルバーシュに登場すると、苦戦する月光号を救うため、追撃部隊をた叩く間に壊滅させる。エウレカのために手を汚す決意を固めたレントンは、月光号をロックオンして、ホランドを脅迫し、彼らの計画を聞き出す。ホランドは、レントンに取引を持ちかけ、レントンは協力することを約束する。だが、 レントンの取った行動は部隊内で波紋を呼ぶ。レントンを不問に付したホランドに不信感を抱くハップはストナーと測り、エウレカが偽物だという確証を得るため彼女の襲撃をくわがてる。イマージュの群れが南極に向けて集結しつつあった。それに高温するかのように世界各地に配備された KLF のアーキタイプが暴走を起こし始める。それは 月光号内でも起こりつつあった。異変を察知したエウレカは暴走しかけたニルバーシュを止めるため格納庫に赴くが、ハップたちに襲撃される。エウレカを助けるためハップに殴りかかったレントンは腹部を撃たれ、ハップとストナーは怒ったニルバーシュに殺害される。暴走の止まったニルバーシュは、妖精に対抗し、血まみれで倒れるレントンに寄り添う。格納庫にエウレカの絶叫がこだまする。 持って3日という渋滞に陥ったレントンをよそに、月光号はピンクの髪の女こと姉ネモネを訪ねるためボダラグーへと向かう。だが、そこにいたのは黒い KLF の養成児エンドを連れた老婆だった。その老婆が姉ネモネだと確信し、彼女を人質に取ったエウレカは、ホランドたちにレントンを病院に搬送する、よう要求する。同じ頃、 集中治療室に横たわるレントンのもとに、ジエンドと共に亡くなったはずのドミニクが現れる。折しも、ブラヤは人類存亡をかけ、太陽光を収束した、高額兵器で南極に集結したイマージュ中枢を攻撃するという、神の鉄槌作戦を観光しようとしていた。コーダはそれこそが、イマージュの思惑通りであると中止を提案するが、 プラヤはもはや尻くに尻けない状態であると拒む。事態が緊迫する中、姉ネモネの所在を察知したイマージュが、ボダラグーを襲撃する。イマージュが迫る中、姉ネモネは若返った姿となって、時間を停止させ、エウレカに決断を流す。同じくドミニクは、レントンに決断をそくる。新たな神話を紡ぐ決断をしたエウレカと、レントンに交往し、ニルバーシュが異常な成長を遂げる。 レントンを乗せた新たなニルバーシュはイマージュを難なく退りける。レントンはエウレカを連れブラヤの攻撃が迫る南極に向けて飛ぼうとする。それを追ってホランドはデビルフィッシュを操縦してレントンを追撃する。神話の行方をかけレントンとホランドの壮絶な死闘が繰り広げられる。本作品はテレビシリーズとは別宇宙での物語であるため、 外見や名前こそ同一でも、テレビシリーズの彼らとは別人である。それゆえ、性格や、血縁関係なども異なる。KLF とは、クラフトライトファイターの略で、本作品の世界における前方十数メートルの、巨大な人型機動マシンの総称。化石のような天然パーツ、アーキタイプを本体として各所に武装、制御機器を取り付け、電気信号で制御される。 テレビシリーズの世界での故障は、l ォーであり、軍用 l ォーのみを指して、KLF と呼んでいた。本作の世界ではあくまで兵器としてのみ運用されており、作中の故障は、KLF で統一されている。本作でもテレビシリーズと同じく、人が操縦するすべての機械は、人と機械を結ぶ小型制御装置、コンパクトライブがなければ稼働しないため、KLF のコックピットにも、 同装置を装着するためのソケットが設けられている。大気中に漂う空間粒子、ステラー波を捉えて、揚力を得るボード型の飛行ユニット、リフボードに乗ることで、空中での高機動運動が可能。端的に述べると、本作の世界でもテレビシリーズと同じく以下のような大型ロボットが、サーフィンのように空中飛行しながら高速戦闘を繰り広げる。KLF の妖精と 要請をかけており、作中ではわざと混同させている。2009年6月26日にブルーレイディスク、DVD、UMD にて映像ソフトとして発売された。また、日本のアニメーション作品では、初の BD ライブでの特典映像の配信を行っている。2010年3月2日に、米国バンダイエンターテインメントより日本語、音声トラックに、英語音声トラック、 および、英語字幕の追加された、ブルーレイディスク、DVD、がリリース。杉原智則による、小説版が、角川スニーカー文庫より、全一巻で刊行されている。イラストは、和井博子、聖樹による。本作の直接的なゲーム化ではないが、プレイステーションポータブル用ソフト、第2次、スーパーロボット対戦破壊編、採用編では、本作に登場する。 キャラクターロボット及びいくつかのストーリーエッセンスが使用される。前作、スーパーロボット対戦 Z にはテレビシリーズが登場していたが、テレビシリーズとは平行世界の出来事として本作設定を再現している。アナザーセンチュリー S エピソードポータブルにも登場するが、ストーリーは再現されていない。ありがとうございます。